どうもこんにちは。今日はですね、ごねごね子供と対峙するという話をしていこうと思います。ですから、まあ子供の話ですね。でも子供ってですね、なんで最後の最後でごねるんでしょうか。本当にわかりません。私は、まあ今回ですね、子供の体験教室、まあ習い事の体験教室っていうのに行ってきたんですけども、まあ朝から結構早くから出かけてきたわけです。そしてまあその教室自体も子供も楽しそうにしてくれていたので、まあかなり好印象でした。で、ただまあ子供が騒ぐまでっていう感じです。帰り道に昼ご飯でも買って帰ろうか、そうやって一緒に食べてまあ楽しく行こうじゃないかっていう時にですね、子供がまあごねごねを始めました。何を言っても動かない、泣く、叫ぶ状態をごねごねと我が家では呼んでいます。何があったかわかりません。お腹が空いたからかもしれませんし、体が疲れたからかもしれない。眠たいからかもしれないし、初めてで緊張してたからかもしれない。欲しいものを見つけて買ってほしいからかもしれません。でも、朝早くに起きて、時間使って、この状態はないだろうと思ってしまいます。うちではですね、というか私が個人的なんですけども、ごね床に対して厳しく接するっていうことを、まあちょっと考えてしまいます。やっぱりその、ごねって得になると思われると、まあ子供にとって良くないんじゃないかなというふうに思いますので、たとえ、自分がかなり恥ずかしいことになろうとも、まあ子供のごねごねに対しては、毅然とした対応を心がけています。でもこの5年5年に屈しないっていうのは結構力がいります。まず、まあ、子供を力技で動かす必要があります。まあ、そろそろ20キロになろうかっていう子供を動かすのはなかなか大変です。子供も必死で抵抗してくるので片手までは対応ができません。そして当たり前ですがかなり恥ずかしいです。まあ、知っている人がいたらですね、なおさら恥ずかしさはアップします。でもそこは我慢して粛々と対応していく必要があります。そして私のがっかり感が半端がないわけです。やること後回しにしてこんな感じになるのはもう辛くて仕方がないです。あと、まあ親の威厳が保てないっていうのもイライラする原因なのかもしれないです。そういった意味で私も未熟だなと思っています。私はまあ子供へのというかまあ体罰反対派なので、子供には手を挙げないとは決めています。今の子供の年齢なら体格的にも負ける気がしないので、まあ、手を挙げる必要もないです。でもこれから、まあ、中学生とか高校生とかおそらく私よりも背が高くなってきた時に今までのスタイルだけでは大丈夫なのかなっていう心配は出てきました。と話は飛躍してしまいましたが子供ってなんで最後の最後で踏ん張り効かないのかなっていうので残念で仕方がありません。自分が子供の頃どうだったかなっていうことで思い返してみたんですけども、そもそも私は内向的なタイプなんでじっとして一人で遊ぶタイプだったので、正直そんなごねごねした経験がありません。なので対応策っていうのもわからないし、子供の気持ちもあんまりわからないです。でもこんな状況でも分かっていることが一つあります。それはやっぱり親は元気で力強くある必要だということですね。先日から喉が痛いわけですけど、こんなことがあれば、まあ、声を大きく出さないといけないし、荒げないといけないところもあります。そして実際声を荒げました。そしてまた喉が痛くなるわけです。何してるのか分かんなくなってきました。でも皆さん一つ言えることは子育ては健康が一番です。なので、健康には、注意していただいて子育てに頑張っていこうと思っていますのでぜひよろしくお願いします。今日は、子供のごねごねと対峙すると疲れたという話をしてみました。今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。